すごい悲しい気分の時に、あのー、割と暗い曲を聴いて癒される人と、うんあのー、すごく上げ上げの曲を聴いて癒される人もいるしやっぱいろいろいろんな人がいるんですよね、うん、そうなった時にそういう、まあ、テレビの例えば曲を書く時は僕はあのー、曲の中にそういうポジティブとネガティブな部分を両方入れるんですよ、うん、でその共感度をなるべくどっちの人側にもあのー、上げれるように。 とにかくやっぱり感動させれる確率を上げるためにはどうしたらいいかということを考えているのでなんかそういうことをすることによって例えばそういうあのわざと不協和音の一番響くキーの設定にするんですよねすごくネガティブなものではあるんですけどその上にきれいなメロディーラインとかを作ることによって相殺してまあその両方をあの出したりするとかっていうようなことだったりとかそうするとやっぱりあの本当に潜在的な意識の中でこうチャンネルを で,、うん、でここでまあパッと止めてもらえたりするっていうようななんか僕自身がずっとそういう独学でやってきたので,、うん、でしかもピアノ始めたのが11歳ですごく遅いんですよ、はい、小学校6年生ぐらいで,いで、ねうん、みんなもうその頃にはまあ英才教育とか受けてる人はもうバリバリのことだろうと思うし、うん、そうなってくるとやっぱり時間を短縮してみ一人よりも早く上手くならないといけないと思った時にどうしたらいいかなっていうふうに思ってそれでなんかそういう自分なりの練習方法とかっていうものを、うん やっていったりしていいいっっったたりろろしんですけどやっぱり一番まあ効果あるのはあと許容量オーバーみたいなやつですね、うん、あの普通、多分練習するときに、うん、まあ練習するそのときにメトルノームとか1個しか使わないんですけど、はい、それをまあ3つ鳴らして、うん、それを一気に聞いて聴くようにするで最初、全然無理なんですよ3つ全然違うテンポ鳴らすと、うん、でもそれを聞いてるうちにだんだん聴けるようになっていく、うん、環境にまあ適応するというかで。そうすると 1個の音楽って時間軸でしか流れてないものに対して、うん、2>, まあ2つ3つのものがそのところに存在することだから家の中でも3個ぐらい一気に尻流すんですよ、えー、でそうすると耳は限界を超えるんですよね、うん、でも限界を超えるものを聞いた後に1個しか聴かなくしたらすっごい簡単に聞こえるんですよねどんな曲であったとしても、うんうん、それでそのもうあの例えばまあ弾けないフレーズとかはクリアしたりとか